皆様こんにちは。本日は愛知市町村フェアお越しいただきまして誠にありがとうございます。さあお待たせいたしました。ただいまからこちらのステージプログラム行ってまいりたいと思います。ただいまからのお時間は江南市を歌と踊りで町おこしと題しましたステージ、皆様にお楽しみいただきたいと思います。さて、まちづくり江南市民会議の皆さんは平成7年に自分たちの町を自分たちの手でよくしようと発足をされ、今年28年目の活動に入っておられるそうです。オール江南で作った歌で江南市を町おこししたいと思い、新曲を含めなんと4曲作られているそうです。歌松田俊樹さん、振付踊り民謡連盟の皆さんで平成26年江南市政60周年記念市民盆踊り大会や平成28年第31回国民文化祭愛知2016でおより音頭を披露されたそうです。今もこのおより音頭は市内各地の盆踊り大会で踊られておられるそうです。さあ、以上簡単ではございましたがご紹介いたしました。ではこれからは江南市を歌と踊りで町おこしと題しましたステージ、お楽しみください。よろしくお願いいたします。皆様拍手でお迎えください。皆さんこんにちは、江南市です。最後までどうぞご覧ください。よろしくお願いいたします。さて、今年まちづくり江南市民会議は町おこしの歌の第2弾として新曲を、江南市在住で中日スポーツの4コマ漫画を書いている倉橋寛さんに作詞作曲をお願いし、歌を松田俊樹さんで紫陽花の寺と思いやり橋の2曲を作りました。江南発の歌を発信して市内の各行事を盛り上げたり全国にもアピールできればと思っております。最初に歌っていただく紫陽花の寺は江南市にある紫陽花祭りや円空仏で知られる音楽寺を題材にした歌です。紫陽花をイメージした儚いラブソングとなっています。それでは松田俊樹さんに登場していただきます。最初の歌は紫陽花の寺です。皆さんこんにちは、松田俊樹と申します。よろしくお願いします。降り続いた雨も上がって濡れた石畳の道を歩く。いつか二人で訪ねたことを思い出してしまう。紫陽花の寺、紫陽花の花のように小さな島
彩の花のように色を変えてゆく器用な生き方はできなかったね。ありがとうございます。1曲目はね、音楽寺を歌いました。紫陽花の寺から聞いていただきました。今日はこちら愛知九博記念公園でね、この芝生広場のこの大ステージで歌わせていただけるということで、本当に楽しみにやってまいりました。皆さんも最後までどうかね、楽しんでいっていただきたいと思います。2曲目は、曲名は、ね、思いやり橋っていうふうに紹介していただいておりますけれども、江南市から、木曽川を北に渡るときにですね、2006年まであった橋があるんですけども、小網橋という橋が狭くてですね、車が1台しか通れないんですけども、真ん中のところちょっと膨らんでおりまして、そこであのすれ違えてまた行くというですね、ところで、あのその奪い合うんじゃなくてですね、こう思いやりを持って譲り合って渡るというね、そういった橋でございました。今もう建て替わって大きな橋になりまして、鏡原行くのにすごい便利になったんですけどもね、その昔の狭かった橋をね、思い出に倉橋寛先生が作っていただいた歌です。では聴いてください。思いやり橋。夏にも雪降る冬も、母と渡ったあの橋よ、誰かが来れば幼いけれど、誰かが来れば足を止め、誰が呼んだか、あの橋を遠くに霞む思いやり橋。掲げた自転車をして、
見える橋、ほんの小さな優しさだけで人は誰かを幸せにできるものよと微笑んだ母の言葉を思い出す。辛く切ないそんな時には瞼に浮かぶ思いやり橋、あの頃よりは楽だよと、苦労を努力を厭わずに強く生きてゆけと悟された。今はもうない ありがとうございます。このね、素敵な2曲、来年 CD になる予定でございますので、また皆さん応援してください。よろしくお願いします。松田俊樹さん、新曲2曲ありがとうございました。続きまして、町おこしの歌第1弾、人心将軍、村国のおよりとおより音頭の2曲を、再び松田俊樹さんの歌と民謡連盟奉公会江南支部の皆さんと共演でご披露いたします。2016年の愛知国民文化祭以来7年ぶりの共演となります。この2曲も倉橋寛さんの作詞作曲です。村国のおよりは今から1350年前の壬申の乱で活躍した江南市ゆかりの武将です。倉橋寛さんは村国のおよりで本も書かれております。さて、民謡連盟の準備ができましたので、壬申将軍村国のおよりの歌と演舞をお楽しみください。旅立つ
は若きマスラオ人心の将軍ブラクニのおよりこ大天王子の骨にとって力迎えるわ勝てるマスラオ人心の将軍ブラクニのこよりこ迎えるわ駆け気マスラオ人心の将軍ブラクニのこよりこ風になびくわ攻め寄せる真っ先行くは人心の将軍ブラクニのこよりこ民謡連盟の7人の皆さんありがとうございました。ここで民謡連盟のご紹介をさせていただきます。美北地方の民謡の草分けと言われ昭和37年に結成された団体です。現在一宮、江南、稲沢、岩倉、大口の4市1町の30のチームがあり
240名の会員で組織されております。ちなみに江南市は6チーム48名が所属しております。活動内容は民謡舞踊や歌謡舞踊の習得をし、年に一度の発表会を開催するほか、各地の文化祭や祭りの舞台に出演したり、盆踊りの指導やボランティアとして施設の顧問なども行っております。それでは引き続き本日最後の歌になります、および音頭です。この振り付けは民謡連盟の皆さんが振り付けをされ、毎年江南市内の各地で踊られています。それではおよび音頭で 歌と踊りの共演をお楽しみください。昼返し兵を率いる若者は、およりよおよりよ村国の、およりおどで踊りませ。あすかよ、およりよ村国の、およりおどで踊ります。不破の山から走り出て、琵琶の長横川床の山、安川瀬田を攻め落とす、勝利祝ってみんなみんなと笑う影の楽しさよ、およりよおよりよ村国の、およりおんどで踊ります。はるか昔のことなれど、天下分け目の平に、
し燃やした若者の今も聞こえる雄たけびは、およりよおよりよ村国よ、およりやあ、えい、やあ。どうもありがとうございました。松田俊樹さん、民謡連盟の皆さん、ありがとうございました。本日はまちづくり江南市民会議の江南市と歌と踊りで町おこしステージを最後までお聞きいただきましてありがとうございました。江南市では4月にマンダラジで藤祭り、そして6月には今日アジサイの寺で歌って音楽寺でアジサイ祭りが開催されております。皆様ぜひ江南市に足をお運びください。最後になりますが、まちづくり市民会議が作成いたしました、本日ご紹介いたしました村国のおより、戦国武将八須賀小六や、江南の豪商五人衆などを紹介いたしましたパンフレットを観客の後ろでお配りしております。どうぞお受け取りください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。江南市の皆さんでした。ありがとうございました。